改めてご紹介いたしましょう。出演者マルグリット役藤原紀香さん、夫役西城秀樹さん、そしてアルマン役の田代麻里央さんです。皆様今日は本当にようこそおいでくださいました。マルグリット役の藤原紀香です。最初は、オファーを受けた時にマルグリットのロンドン版のものを見せていただいて、これは大変なことになったなというぐらい、レベルの高い、とても技術のいるだけど本当に素晴らしい美しい愛の物語、これは今の私の実力じゃ簡単には歌いこなせない正直思いました。だけどこのマルグリット役という自分を犠牲にしてまで愛を貫いていくというそういう女性役をぜひ演じたい、そういう思いで、よしまだ時間がある、絶対に、このハードルを乗り越えて素晴らしい共演者の皆さんと一緒にステージに立ちたいというふうな思いで、オファーをお受けしました。皆さん、アルマン役の田代麻里央です。ありがとうございます。僕はですねこの新作ミュージカル の, あのマルグリットの世界初演を見てるんですね。あのロンドンに行ってマルグリットの、ウエストエンドで、プレビュー公演も、見てゲネプロも見たりして、でそして、ロンドン版 の, そのオリジナルキャストの方々ともお話ししたりして、でそして、僕は今までずっとクラシックを勉強してきたんですが、昨年2009年の2月3月ですね、日本初演マルグリット、アルマン役のオーディションを受けようとそこで決心いたしました。それまでは本当にミュージカルとなかなか自分は縁がなかったんですが、ロンドンでこの作品に出会って本当に衝撃を受けましたし、実際今の僕の人生を確実に一番大きく変えた作品だと思っています。まさかの藤原紀香さんと西城秀樹さんとの三角関係をですね演じるのはもう日本で僕だけだと思いますので、本当に大切に一回一回のお稽古そして本番を大切に演じていきたいなと思います。初演以上のアルマンそしてマルグリットをお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん劇場にいらしてください。そうですね、作品拝見させていただいて、とてもまず音楽がいいのでもうびっくりして、でそれを初演のね、マリオ君もすごい頑張ってたし、それから今回の藤原さんも今お聞きになってる綺麗な声でね、ほんと鳥肌が立つような、そういう中の2人のなんて言うなら愛を引き裂く男を演じるっていうのははっきり言って心苦しいです。だから舞台の上ではそんなに嫌いじゃないです頑張って一生懸命務めさせていただきたいと思います。もう練習をしていてもとにかくマリオくんのピアノと歌声が素晴らしくて、いつも本当にうっとりとしてる感じなんですね。話しかけられない雰囲気だったんです。
私しにきさんよろしくお願いします、マルグリットやりますって挨拶しに行こうと思った時に、僕は話したかったんですけどもうスイートな素敵な青年マリオさんとセクシー秀樹セクシー秀樹さんと一緒になって本当に秀樹歓迎です。初めて聞いちゃった嬉しい。練習から熱いんですよね、二人のやっぱ若さもあってすごいこうその熱い中にこう自分が燃やされないようにしなきゃいけないというね、そういう思いがありまして、ちゃんとこう大人でいたいなと思ってますけど、なかなか冷静になれないですね。ポスター撮影で、初対面だったんですが、お二人とももちろんそのお二人のをメディアでずっと見ていて僕の中でイメージっていうのはあったんですが、本当に第一印象がマルグリットにしか見えないしオットにしか見えなかったんですね。もう何の違和感もなく、もう2ヶ月ぐらい稽古を積んだかのような緊張感とか、なんか親密感を僕は感じて、どんな風になっちゃうんだろうと、本当に、楽しみにしていますし、もう本当に日本のミュージカルのスタンダードな作品にしていきたいと僕は思っているので、この作品をもうより多くの方に、見ていただきたいなと思っています。今回の本当に、ロンドンのクリエイターの方々とお仕事するのは初めてなので、仕事のやり方的に最初は緊張してたんですけど、もう演出のジョナサン・ケントさんとか音楽監督のショーンさんとかとお会いした時にも、あ、本当に信頼してれば大丈夫だってすごく思うことができたんですね。でも彼らからすごく言われたのは、私がいつも大丈夫かしら、こういう声で大丈夫かしら、こういうやり方で大丈夫かしらっていうふうに言ってる時に、いくらスタッフや僕たちを信頼してても自分自身を信頼しなきゃダメだってずっと言われ続けたので、はい、自分を信頼して、そして共演者を信頼してやっていきたいと思っています。別に僕なりにやろうかなっていう、参考はみんなとっても好きな人はいるんで、自分の中のオットが出せるように、頑張りたいなと。ただ実際は僕はいい人です、いやもう全部ですね、全部を表現していきたいので、今はまだ本当に考えていないというか、もう本当にその現場現場のお稽古、そして公演の舞台のその時に思ったことを表現していきたいなと思っています。 今のうちからこう何かを決めているとかはないですね。逆に美術も照明も本当綺麗なんですね。もう本当に自分でその舞台のに立ってるだけでも、横を見たらこう青白い照明だったり、音楽はもちろん、本当にもうその時その一瞬一瞬が絵はがきのような、シーンになっているので、本当にそれはテレビとか映画では味わえない生の良さがありますので、ぜひ本当に会場に生で、見ていただきたいなと思います。やっぱり一つはやっぱ愛がテーマなんで、その愛について、その女性がこのミュージカルを、ご覧になると、おそらく紀香さんの演じるマルグリットに、同じような気持ちになって、主人公になっていくと思います。それほど素晴らしい若い男女の、愛の物語、そこに音楽、すべてファンタジーな世界もあるし、素敵だと思います。十分皆さんが用意しれる要素があると思うので、楽しみにしていただきたいと思います。この物語は本当に第二次世界大戦下のパリで、そしてそういう世界観の中と1940年代のファッションだったりとか、本当にもう触れれば脆く崩らされるような、そんな中での愛のトライアングル、とにかく情熱なしには語れない、もうロマンティックなラブストーリーなんですね。ですから皆さんに見に来ていただいて、もう多分見に来てくださった方は心を運び去られちゃうような、もう心をスーッと奪い去られるような、そういった素敵なドラマティックなラブストーリーなので、ぜひこの波に浸かりに来てください。ありがとうございます。